田中翔さんの所属在籍しているかどうかの確認をしているだけなんですが、あのご用件はですから、はい、現在ニュースで田中翔様が在籍してたかどうかすら答えられないということですか。こちらでお答えはできません。いやどこにかければいいんですか。最後に僕の電話を一方的に切ったことに対して何か謝罪か何かありますか。もしもし。もしもし、あ、お待たせしました。立花です。お電話ありがとうございます。NHK 名古屋中央営業センターの鈴村と申します。すいません、ちょっとそちらで所属されてるかどうかの確認をしたくてお電話差し上げたんですが、はい。いわゆる集金の委託業務っていうされてる方の中で、はい。田中翔さん。株式会社 N リンクスの田中翔、はい、翔っていうのはなぜかちょっと難しい秘書の翔っていうんですか、田中翔さんっていう方所属されてますか。 NHK のこの中村区の方で、はい、中村区でございます。はい、はい、確認をいたしますので、はい、少々お待ちくださいませ、はい。もしもし。あ、お電話かかりました。はい。田中翔さんの所属在籍してるかどうかの確認をしているだけなんですが。あのご用件は。ですから、はい、現在ニュースで田中翔様が田中翔容疑者が NHK さんの集金をしてたかどうかを確認させていただきたいんですが。ちょっとこちらでお答えしかねますけれども。田中翔さんが在籍してたかどうかすら答えられないということですか。こちらでお答えはできません。いや、どこにかければいいんですか。あ、これ NHK ですね。これ、あ、すみません、ちょっと1時間ほど前に電話させてもらった田中翔の件で電話させてもらった立花と申しますが、はい、ちょっと電話途中で切られちゃったんですけど、ちょっとその分からないですかね、N リンクスの田中翔さんってそちらに在籍されてるでしょ。あ、はい。でその方が在籍してるかどうかの確認の電話をしたら、はい、一方的に切られたんですよ。あ、さようでございます、はい、で NHK の、東京の経営計画室の、はい、小川さんっていう方に、私一応元国会議員なので、はい、確認をしたら電話を切って大変失礼しましたと、その NHK の東京の方から謝罪いただいたんですが、はい、現に電話を切った方からの説明も謝罪もいただいてないので、はい、ちょっとその田中翔の件で多分副部長クラスだと思うんですけどね、はい、ちょっといずれにしてもちょっとあなたじゃ話にならないと思うので、元国会議員の立花さんが電話が入ってるんで責任者と話したいということでつないでもらえますか。はい、名古屋中央営業センターっていうのが何を隠して、これだから立花にも今隠し事をしなきゃいけないし、場合によっては名古屋の局長とか名古屋の放送局長とか東京とかの営業局とかいろんな人に隠し事をしなきゃいけない状態で、今もううわどうしよう、立花から電話ってなって、もしもし、もしもし、もしもし、あ、お待たせしました、立花です。はい、先ほど電話に対応された方ですか。はい、うん、隠し事ダメでしょ、注意されてないですか、だんまりですか、このまま。NHK さん、はい、ご用件の方もう一度、はい、もう一度じゃあ要件を申し上げます。はいはい、6月8日、はい、逮捕された田中翔26歳、はい、この人物は NHK さんが委託している N リンクスの社員として日頃 NHK の業務をやる、いわゆる集金活動ですね、個別訪問をしている人物かどうかということを問い合わせさせていただいたところ、はい、あなたが電話を一方的に切られたんですが、はいはい、このことについて
まず田中翔さんはあなた方が取引しているエヌリンクスの会社の社員ですか？エヌリンクスの会社の社員です。社員ですね。はい、わかりました、はい、そのことについてあなたはなぜ電話を途中で切ったのか、回答する立場でしょ。あなたは何かを隠蔽しようとしたわけですよね。細かいことは分かってないんです。あなた自身分かってないですよね。僕ね、あなたをめちゃくちゃ責めるとあなたが悪者になっちゃうので、あなたが分かっていることを言ってほしいんですよ。上司に言われてそのように回答しろって言われたんだったらもうそれで結構です。電話切りますから。あなたは何も分かってなくて上司に言われたのか、本当に分からずに切ったのか、どちらですか？細かいことは分かってないんです。あなた自身がでしょ。はい。で、田中翔さんっていうのは日頃 NHK の委託会社の人は所属しているかどうかの回答はしないといけないですよね。はい。でそれを回答せずに電話を切ったのはあなたの単独独自の判断なんですか、それとも上司の判断？私の判断。あなた自身が判断されたんですね、はいはいはい、ということはなぜそんな在籍してるかどうかなんていうのはちょっと調べれば分かるのに、はい、回答しないと判断をされたんですか、はい、だって田中さんが何か悪いことをしてるって知ってないと回答簡単にできるものでしょ。ちょっと詳しいこと分かってもらえないものですから。じゃあ名前はいらないので、はい、あなたは NHK の職員さんですか？で副部長さんとかそういう肩書きはどうなんですか？職員であることまでしか言えないですか？はい。うん、わかりました。じゃあ、あなたの今の板挟みの状況っていうのは電話の声ですごくわかりますので、そこの最高責任者の方と立花が話をしたいと言ってると。あなた、そこの責任者ではないんでしょ？名古屋中央営業センターのセンター長ではないでしょ、あなた。はい。センター長に立花が話をしたいと言ってるけども、どうされますかということで聞いてください。で、ちょっとそれ詳しいことちょっと分かってないものですから。いや、だからあなたが詳しいことを分かってないのは構いません。はい。これ以上あなたに聞いてもいじめてるだけになるので、あなたが NHK の正職員であるということだけが分かれば大丈夫ですから。この先あなたがやるかどうかも含めて検討してほしいのは、あなたの上司である NHK 名古屋、中央営業センターですよね、あなたの、そこの所属しているセンター長に電話をつないでいただきたいという申し出をどうするか、あなたにあとは判断をお任せします。僕はセンター長と話をしたいと今あなたに伝えています。どうされますか？ちょっと詳しいこと分かってないものですから、うん、ご意見とご質問あればちょっと文書でお問い合わせいただけますでしょうか？うん、じゃああなた自身はセンター長に電話をつなぐことをしないということですね。今お話したと思います。今電話をしたいと言ってるんですよ。ね、これ以上あなたがそういう形で文書でって言うんだったら今すぐ渋谷の NHK 行きますよ。いいですか？いいですね。ちょっとご意見は文書で。いやいや、ごめんなさい、文書でっていう判断をしたら今から NHK の東京に行きますよ。いいですね。じゃあそれはそれでいいですね。あなたの判断していいんですか？センター長じゃなくていいの？え？なんで？お答えしかねます。あ、答えられないの？じゃあ、センター長に電話で話したがってるってことをセンター長に君は言うことすらできないの？だってセンター長が、いや、もう電話切れって言うんだったら切ればいいじゃないですか。あなたの上司に僕は、ご主張があればですね。今だから電話で主張してるじゃないですか。ね、これね、そんな文章でやり取りするようなゆっくり悠長なことじゃないんですよ。もうすでに東京の NHK の経営計画室の小川さんっていう人が謝罪されてるんです。認めてるんですよ。すでに田中翔という人間が警察官を骨折させて、それを NHK としてね、公表していないことについて認めてるんですよ。で、あなたがそれを隠そうとして先電話を一方的にお切りになった。それももう YouTube で全世界に流れてますよ。で、あなた自身の名前も言うつもりないんでしょ。たくさん NHK の職員としてお給料もらってるにもかかわらず、
く分かってなかったら電話切るんですか、あなたは。調べて折り返しますってしない、ね、あの運所でご送付いただけないでしょうか。誰宛てに。じゃあNHK のどちら様に送付したらいいの？はい、ん、あの NHK の本、渋谷の方に送っていただければ。だ、渋谷の誰よ、前田会長、誰に送ったらいいの？あなた自分の名前言わないんでしょ、はい、誰に送ったらいいんですか。あの日本放送協会で。日本放送協会って人はいませんよ。誰に送ったらいいんですか。子供じゃないんだから自分の会社の会長の名前ぐらい知ってるでしょう。あなたたち日頃裁判してるんでしょ。日本放送協会なんてことで裁判所は受け付けてくれないですよ。ちゃんと個人名まで出さないと、代表者の。法人名だけで郵便が届くっていうわけじゃないですよ。郵便は確かに届くかもしれないけども、あなたたちの会社の代表者に送れと言うのか、名古屋放送局の局長に送れと言うのか、営業センター長に送れと言うのか。だってあなたたちの、僕の調べでは名古屋で泊まってますよ。これ東京に聞いてもわからないですよ。文書の方はあの会長宛に送っていただけますでしょうか。 NHK の会長宛に送ればいいのね。はい、うん、じゃあ会長の名前わからないから、じゃあもうあなたの名前ちょっとこれもう研修するから教えてよ。なんて名前なのあなた。あの答えしませんので。答えないのね。本部に文書送っていただけますでしょうか。うん、じゃあ俺あの前田さんに文書送るけど、 NHK の人あなた名前言ってくれなかったって書いとくね。じゃ あのご意見についてはですね、うん、あの本部の方にあの会長宛に送っていただければと思います。だから会長宛に送ってくれって誰に言われたのっていうことを添えなきゃいけないでしょ。だっていきなり会長にだって行ったってまた文書受け取らないとかなって会長の家に行かなきゃいけないかもわからないから、あなたの口から自分の名前言うか NHK の会長の名前教えてくれる。子供じゃないんだから。前田宛に送っていただければと思います。うん、前田宛に送ればいいのね。はい、じゃああなたの判断として今センター長につながないってことよくわかったのでね、あの前田会長にはちょっと僕の方からちゃんと質問状送りますね。でちゃんと本部の調査に答えてよ。本部はえらい迷惑してるようだよね。であのこれからちょっとあのエノリンクさんの方にも電話するから、栗林さんね、エノリンクさんに電話しますよ。いいですか。あのエノリンクさんの社員でしょこの田中翔っていうのは。それは間違いないですよね。はい、で NHK さんの身分証明書を発行してるんですよねこれ。はい、ですよね。だから NHK が、 NHK 名古屋放送局が発行した身分証明書を持って田中翔さんっていう人が名古屋市内のお宅を回ってたんでしょ。はい、ね、でちなみにその前に春日井市とか名古屋市で NHK の集金人が80代や75歳のおばあちゃんからキャッシュカード騙し取って250万のお金盗んでましたよね。あなたたちの関係者が情報を出して共犯者として懲役3年食らってますよね。 NHK の集金人さん、名古屋であなたたちが契約してた業者、会社の社長さんですよ。それもあったでしょ、事実として。あの文書でいただけますでしょうか。うん、文書にして返すよ。いちいちさ文章にしてやってたら時間かかるから、こうやって電話で聞いてるのよ。電話されるのが嫌だったら電話番号公開するのやめたら、すべてホームページに NHK への問い合わせはすべて文章でくださいって書いておいたら、 NHK が受信料払ってないお家のところに電話するのもやめたらどうですか。文章ばっかり言うんだったら。 NHK さん、国民の大半が怒ってるんですよ、あなたたちのこのやり方に。都合が悪ければ電話を切る、都合が悪ければ名前を言わない、電話もね文書にしてくださいとしか言わない。それでお給料1000万以上もらってるんでしょ。あなた本当それ NHK の職員なの、副部長クラスなの。ちなみに管理職一般職どっちよ。それも言えない。
それだけ最後に教えてくれたら切るよ。一般職か。ご意見、ご主張は文書の方で送らせていただけますでしょうか。ご意見じゃない、質問だよ。何言ってるんだよ。質問も含めていただけますでしょうか。誰宛てに。これはあなたが一般職か管理職かって誰宛てに聞いたらいいのよ。それ言ったら切るって言ってるじゃん。だって労働組合に言うのか言わないのか、日報論に言うかどうかを考えてるんだよ。あなたこれ一般職だったら日報論に言ってあげるよ。渋谷の放送センターの前田宛てに送り、それも聞けと。いわゆる君自身は一般職なのか管理職なのかすら言えないっていうことね。こんなのさ、労働者にさせてるのか管理職やってるのかぐらい最後教えてって、それ教えてくれたら切るって約束してるじゃん。教えられないのね、うん、で最後の、じゃあもうこれ、じゃあもう撤回してあげる。最後に僕の電話を一方的に切ったことに対して何か謝罪か何かありますか。一方的に切ってしまったことをお詫びします。うん、分かった、それで許す。じゃあね、ありがとう。失礼します、はい、ということでこれが NHK という組織の実態です。Thank you.